チョンジュノは、韓国の俳優、モデル。景気大学校演劇映画学科卒。身長183センチメートル、体重76キログラム、血液型 A 型。ゴルフ場でアルバイトしているところ、モデルのスカウトを受け芸能界へ。95年未 MBC ドラマ、同期間で芸能界デビュー。その後 CM やテレビドラマで活躍後、映画界へ進出。 ラブストーリーの気候小役からシリアスな悪役、そしてユーモアたっぷりのコメディーまで様々な役柄をこなす。どちらかといえば笑いを誘うコミカルな役柄を演じることが多い。2008年のドラマラストスキャンダルでは最優秀主演団優勝とチェジンシルと共にベストカップル賞を受賞している。司会者としても韓国最大の映画祭である。 清流映画賞の司会振興を7年連続で務めるほか、イベントや親しい俳優の結婚式の司会を担当することも多い。愛のケータリングという炊き出しのボランティア活動も行っている。ボランティアやチャリティー、福祉活動にも熱心で、障害者のために2億ウォンを寄付している。俳優業の他に、ハワイのオアフ島にあるハワイアナホテルを過去に経営している。 芸能プロダクション代表も務める。2011年3月25日に、ソウルの W ソウルシェラトンウォーカーヒルホテルにて、MBC アナウンサーのイハジョンと結婚。ありがとうございます。